のもっと STU、 イエーイ。それでは自己紹介をしていきたいと思います。あれ、みんなどこどこ？ここだよ。見つけた、みーのこと押してみーひん。兵庫県出身の石田みなみです。よろしくお願いします。はい、イエーイ。はい、はい、空花と一緒にうどん空花、いつでもどこでも全力少女。香川県出身、空花こと坂木美恵です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、この番組はイオンモール岡山にあるハレマツ TV のスタジオから公開収録で行っています。公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。イオンモール岡山の公式ホームページハレマツ TV からなんと、うん、あのウェブ配信をされているのですが、なんとワールドに放送中です。ハロ ー, ハロー。ゆるい。はい、たくさんのリクエストありがとうございます。リクエストに答えていく順番はこのビンゴゲーム機を使うので、うん、どんなリクエストになるのか私たちも分かりません、はい、では早速始めていきましょう。上げていこう、いろいろテンションが上げていこう、上げていこう。あ、2個だったよ。どっちでも。どっちかな。7番は、STU 大好きさんからいただきました。ズバリ肉魚どっちが好き。なるほど。30秒で終わりそうな人。肉は魚、肉は魚。一斉なんだよ。一斉ので肉。だよね。終わっちゃった。でも昔は魚話したんや、なんか健康食にこだわってたみたいな。昔健康大好きみたいな感じで、肉より魚の方がこう和で健康って思ってたんやけど、肉もタンパク質あるし、まあ、どっちもタンパク質だからいいんやけど、うん、ってことで肉も好きになって、うん、肉超好き。すごい専門家みたいなことよね。タンパク質が大事なんや。すごい。何肉が好き？あのパッサパサの肉とか好き。パッサパサの肉。何パサ？なんか例えば、うん、ジューシーで美味しいとか言うやん、うん、よくテレビとかで。でもそれよりなんか噛み応えがある方だから安い、鶏肉。安いというか、例えば焼肉に行ったらそういうパサパサの肉が好きで、普段食べるんだったら鶏肉とかが好き。パサパサの肉と鶏肉はどういう、うん、なんてやろうね。でも焼肉にそんな力いかんから。そうそうそう、油いっぱいみたいなんじゃなくてパサパサね。パサパサ。ちょっと積もった。そう、いいね。肉美味しいよね。うん、ちょっとこれ入れるね。うん、私勝つで。よし、どうぞ。じゃあ、まーす。何台？28番。あ、あ、お待ちしてよ。STU 大好きさんからいただきました。将来の夢はありますか？将来の夢？将来の夢は、でも、はい、昔、将来の夢、アイドルってずっと言ってて、叶ってるじゃないですか。そう、叶ったんやけど、じゃあ、そんな今何って聞かれたら、はい、意外とめっちゃ考えるよね。うん、今聞かれた方が悩まん？うん、今聞かれた方が悩まん？うん。夢って何なんだろう。そう。さっき人生とかについて考える。わかるわかるわかる。なんか実際さ、あの前からアイドルなりたかった組ってさ、うん、実際今叶っとるわけでさ、そうそう、分かんなくなるよね。うん、あるあるだよね。そう、何なんだろう。見とる人も困るこれ。夢、でも稲見は、うん、あの今も公開放送な感じだけど、うん、でもラジオが好きだから。あ、好きそう。ラジオのね、パーソナリティをずっとしたいって言ってて、おきちゃんに取られたんです。確かに。一番を取られたんだから、STU 初のパーソナル、ラジオのパーソナリティはもう起きちゃうんですよ。くそって。うんって。でもまあ、その一回その出た時も、起きちゃんはすごい面白かったから。いや、頑張らなきゃなっていう感じ。私は、
いや、まあ、小さい夢なんですけど、うん、こうたまに、たまにというか毎日か、うん、毎日こう自分の顔とか、うん、鏡とか、うん、モニターとかで見てすごい幻滅することが多くて多いので、うん、幻滅しないような顔になんかちょっとさ反応しづらいからさでもそう自分的に、うん、満足する可愛さになりたいクーカ多分ね、うん、どんだけね、うん、こっちが可愛いと思っても満足せんもん。そうそうそうなんよ。そうね、思っててもさ、うん、さっきからモニター見てはぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。そう、ここにモニターあるんですよね、皆さん。そう、そう、それでね、うん、ずっとため息つくからそう、でも でもそれで誰が大丈夫だよ、可愛いよって言ってくれたとしても可愛くないのよ。なんで自信だよ、可愛くなるじゃないもん、自信だよ。うん、何なんやろうね。だからそれを満足できるようにするのが夢ですツイートも頑張ってください。頑張りますはい、あ、これ入れ物、これでやったやつよね。そう、よし、いきやー、てれてれてれ、34番、でどっちだ。ターさんからいただきました。昨日の夕食を教えてください。昨日の夕食、昨日の夕食、昨日の夕食は、昨日の夕食、昨日の夕食思い出せる。ちょっと待って、事件かもしれない。昨日の夕食、嘘、私は、はい、思い出しとくね、その間に。あのオートミールっていうのを初めて買ってみて、オートミールなんかお米代わりにしたら食物繊維が多くてすごい健康みたいなやつなんだけど、それちょっとやってみたくて、試してみたくて買ってみたんよ。でそれをお米代わりにして、何乗せたっけな、あ、上になんかサバフレークみたいなのを、サバ好きよね。そう、サバ好きで乗せて食べた。え、オートミールはオートミールってものなの。そう、なんか何だったっけ、グラノーラみたいな感じの、グラノーラ砂糖入ってるけど入ってない、なんか麦的なやつで。味はないの、それに。味はあんまりないと思う。あ、だから乗せるの。なんかふやかしてお米代わりになるんだけど、だからお米にフレーク乗せるみたいな感覚で、うんうん、オートミール。お腹いっぱいになるの。いや、ならない。お腹いっぱいになったらまたどんどん不細工になっていくから。だからそっちにつなげないで会話も。そう、私はいつでもお腹は減ってる、うん、もうさ、もうみんなの顔見て、ほんとどんな顔してるの。あ、絶対自信持っていいんだから。ごめんなさいね、本当に私こんな感じでいいよ、いいよ。夕食は、昨日の夕食ね、うん、マジで思い出せん。嘘、夕食ね、多分あれ、なんか、うん、昨日のご飯なのか一昨日なのかが分かんない。うそ、そんなに記憶浅い、浅いっていうか、多分うどん。あ、多分これ待って言ったら自炊しろって言われるんやけど、うん、コンビニで買ったチンするうどん、うん、いやでもいいよ、コンビニで。だって時間かかるのを取るか、うん、その自炊するっていうのを取るか、そういう選択やからね。そうだね。スイーパーのフォロー。なんかまあ一人暮らしをしてて、今まあありがたいことで STU さん忙しい時期だったりもするわけで、うん、ご飯食べる時間があるのは私は寝たいんです。あ、だから、まあ、自炊はもともとしないけど、うん、自炊をするとなったらその工程、確かに時間かかるじゃん、食べるまでに。まず買ってこない感じ、材料とか。だからそんな時間があるなら私はもうチンして食べて寝る、うん、確かに。もう睡眠大事、便利さ大事やもんね。そうそう、そっちを取りますね、私は。じゃあ次に行きます。はい、いいよ、もう書いて、多分、ん、そのまま書こう。あ、うん、そういうこと。いいよ、食べてる。ポン、3番。タカラさんからいただきました。これから何か始めるのなら、例えばスポーツや趣味など、これから何か始めるのなら。なんやろ、なんだろう、これから何か始めるのなら、なんだろう。それ、なんか今いっぱいさ、いろんなことやってるやん、うん、なんかツアーとか、うん、
だからその考える余裕もないっていうか、そんなその合間にできるものがいいかな。なんか大々的に教室に通うとかよりはさ、うん、隙間時間になんかできるもの、ちょいちょいやりたいみたいな。なんだろう、新しくやろう、新しく始める。やばいぞ。やばいぞ。なんやろう、でも私はなんか新しいコスメとか集めたい。コスメね、うん、でも最近ずっとコスメ見よるわ、韓国行きたくて、うん、ていうか韓国じゃない、海外に行きたくて、うんうん、そうなんかいろんなあるもんね、なんか日本にないやつ。めっちゃもう質問からずれちゃうんだけど、そのチャート入り そのお仕事でタイに行ったよこの前、うん、行ったね、でそう初海外初タイで、うん、すごいなんか失礼な言い方かもしれないけど、うん、まあ、海外にすごい偏見を持ってました、うん、海外に偏見っていうか私に海外は無理だみたいな、海外には南は体が合いませんみたいな、日本好きですみたいな感じの精神で行ったんだけど、うん、まあ、行ったらもうタイ最高みたいな感じになっちゃって、いいな、楽しそう、うん、すごいタイっていうかもうなんだろう、旅行の欲がすごくなっちゃって、うん、なんか一人でも行きたいなと思うぐらい、そう一人無理なんだけど基本なんかそれぐらい、うん、あのなんていうの、開放感というか気持ちが明るくなった。いいな、私も海外行ったことないから。どこ行きたい、なんやろ、ちょっとわからん。それをちゃんと調べてから行きたいのよ、海外ね、うん、でもなんか STU で行きたいね、確かに、いつか行けたら海外 コンサートみたいな、うん、やりたい、やりたい、言っとこ、言えばね、叶うかもしれないから。そう、あ、これか。30番、デレッ、一番嫌だった、それな、ね、多分ね、ピー、おうじーくん48さんからいただきました。決め顔をやってください。決め顔ね、決め顔どっちかやります。じゃあもう私から先にパパッと。どうぞどうぞ、せーの、ふー、みんな反応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 。もう一回だって。今日の私ねものすごくつらい。決め顔ってね、なんだよね、うん、じゃあ私ね、うん、じゃあ3、2、1って言って、3、2、1、スキン、終わり。次に行くぞ、はい、もう出てきたもん、あ、びっくりした、 iPhone かな、あ、21番だった、落ちました。落ちました、帰ってきました。21番、よう見えたね今ので、うん、はい、 MK さんからいただきました。アイドルになろうと思ったきっかけはです。アイドル、これ話長くなっちゃうよ、それな、もう1日必要。それは嘘。でも、うん、なりたかったよね、私もなりたかった、うん、一緒一緒、でもなんか、うん、そのなりたい、好き、ずっと、うん、そのアイドルは好きだったんだけどなりたいと思ってなくて、うん、なれると思ってなかったから、自分なんかこのキラキラした世界に、うん、自分なんかが入れるわけがないっていう、ダンスもやってなかったし、なんか無理でしょっていう精神だったんだけど、うん、でも好きだったよ、めちゃくちゃ48さんも、うんうん、でも高校の進路考える時期に、うん、本当になりたいものとは何なんだろうって考えた結果、うん、アイドルだってなって、そうなって、うん、しかもなんか自分の好きな先輩メンバーさんが、うん、ダンスをしたことがないんだけど、うん、研究生でセンターをやってたりとか、なんかそのなんだ努力の自分の力なんだなっていうのを分かって、うん、なんかダンス習ってないからできないっていうのは。逃げてたなと思って、そこで挑もうと思ってそこからオーディション受け始めたけど、まあ、落ちてみたいな感じで、でも本当に高校3年生のラストチャンス、もうこれ落ちたら普通に大学行こうと思ってて、受けたら受かった、受かったよみんな。でここにいますね、今私はなんかアイドルに、あ、
まず歌って踊ってるアイドルさんが好きで、ちっちゃい時からで歌って踊ってマネとかしたりしてて、で私は逆にもう慣れると思ってたんよ。でもうその未来しか考えてなかったから、逆にあの他の夢とか考えてなかったぐらいアイドルになりたかったよその時は。でいっぱいオーディション受けて落ちて落ちて、それは一緒で、で STU 瀬戸内香川も入ってるってなって、地元の香川も入ってるからじゃあ受けようってなって受かりました無事。でずっとやってたもんね、そのそうダンスとかは。そんな感じですね。なんかもっと話したかったね、うん、これ時間かかるよね。そうでは、まあ、そろそろお時間ということで、はい、終わりたいと思います。はい、で ST48 からの告知なんですが、うん、今 ST48 は全国ツアーを行っているので、うん、皆さんぜひ公式サイトをチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、次回の公開収録にどんなメンバーがやってくるかは当日まで分かりません。公開収録のスケジュールはイオンモール岡山のホームページにあるこの番組 ST48 のもっと STU の公式ホームページをチェックしてください。番組にも、どんどんリクエストをお寄せください。公式ホームページの応募フォームからリクエストできます。放送は毎週土曜日の夜7時から、再放送は日曜日から木曜日の毎日夜7時から行っています。それではエンディングソング大好きな人を聴きながらお別れです。はい、この歌の聴きどころはもう全部です。それな、バイバイ。バイバイ。